これからのデータプロビナンス機能ということでオープンサイエンス、オープンサイエンス基盤研究センターの下山の方から説明させていただきます。えー、っと、最初に申し上げますが、この、えー、発表内容はあのコンセプトでございまして、えー、機能の実現はこれからになることをご了承ください。で、えー、この発表の内容はこんな形で進めます。えー、5分間で発表なので、なてっぺんじかにいきます、えー。まず、えー、っと、えー、プロビナンス、えー 機能とプロミス機能ですけども NIRDC としてよくご覧いただけるこの図なんですけどもこの中の1つの機能としてい続けられておりますで。そもそもなんですけどもプロビナンスという用語にまだ馴染みのない方もいらっしゃると思うので簡単にご説明いたしますとプロビナンスというのはデータや物の,の来歴 どこから来たんですかという来歴に関する情報を指します。でこのデータプロビナンスの目的ですけれどもこれはデータや物の,の信頼性ですとか利用価値を向上させることにありましてそれを実現するための機能としてデータプロビナンス機能があります。具体的には研究データの生成ですとか加工分析並びにその実施者 に関する情報の収集等々を連結させることでその情報を見える化するような機能だというふうに考えておりますではこのデータプロビナンス機能のビジョンについてご説明いたしますちょっといきなり大冗談で申し訳ないんですけども昨今のオープンサイエンスの潮流に際しましてこのとーの オープンサイエンスを実現するためにはですね、えーっとえー、研究成果の社会全体への還元ですとか、豊かな社会の実現というのが大きなゴールなんですけれども、そのためには、研究データの高信頼性というのと利活用の推進というのを両輪で回していかなくちゃいけません。 でそれをやっていくために下の方に書いてあるような NIRDC で取り組んでいるさまざまな機能保存共有先ほど説明いただいたガバナンスの機能ですとかデータの再現性というの,の中にデータプロビナンスという重要なコアがあるというふうに考えておりますでこの高信頼性と利活用推進ここをもう少し詳しく説明させてください えーとデータプロビナンスの付与というものとそれに対する効果についてなんですけども、えー、け研究データプロビナンスというのはあの研究活動と密接にかかっています。 ところあるいは研究データが加工されるところ左側ですけど左側の視覚の中ですけどもそういったところで適切なあのデータに対する情報っていうものを適切に付与していく必要がございますでこういったことで研究データの沿線を記録していくことで、えー、右側公開された研究データのプロビナンスということでその えっと、公開フェーズになった研究データを、えー、先ほど付与した、えー、来歴データを含めてデータ利用者に提供していくことで、新たな研究、えー、新たな研究成果が生まれていく。これによってオープンサイエンスが回っていくということになるんですけれども、えー、っと、それだけではデータ提供者の、えー、とベネフィットにはなりませんので、それが えっと、研究成果が、えー、データ提供者に対して適切にフィードバックされるということが重要だというふうに考えます。で、これによって、えー、っとデータ提供者もあのデータ利用者もそれぞれにウィンウィンの関係になっていくということになります。で、えー、さらに、そもそもその研究データに対するプロビナンスというのは、研究データ、先ほど申し上げたように研究データの生成とか保存とかに適切に、えー 付与していくことで研究データの高信頼性というのが、えー、醸成されて、ひいては利活用の推進に回っていくということになります。はいえー、っとで、えーこの機能を実、このデータプロビナンスを実現するための機能なんですけれども、はいえー、っとこのデータプロビナンスの機能というのは具体的には、えー、研究データが えー、生成加工をを利用される際の様々なデータを情報を記録していきます具体的には、えー、その時間であったり操作であったり入力データパラメータあるいは実施者等々の,の情報を研究データに付与してい,付与していくでさらに研究データと研究データを結びつけてその研究データが経てきた変遷を、えー、とトレースしていくことができるというのがデータプロビナンスの,あの機能になります。 さあこの研究データプルあデータプロビナンス機能ができるとどんないいことがあるのかという点についてご説明する二つの例をご説明したいと思います。まず一つ目があのデータの正直に関する情報を抽出できるという機能です。ある論文に書かれている研究データがそもそもそれどこから来たの？どういう実験をしたの？プログラムは何？というような情報をこのプロビナンス機能の来歴をこうついて サクッと調子することができるというものです私これバックワードプロビナンスというふうに呼んでます二つ目の例としては研究データがどこで使われているのかを把握するという機能です研究データが、まあ、オープンになった後に様々なところで使われていくでその研究データがどこで使われているのかというのを、えーと細えー、追跡していくことによって自分の研究データがあの遡ったときに、えー 研究データの使われ方、また、あるいはその研究データが正しく使われたかどうかという点について、えー、正しく知ることができるという応、えー、用例になります。私、これをフォワードプロビナンスというふうに呼んでいます。でこのような形でデータプロビナンス機能というのは、えーっとえー、オープンサイエンスの,あのサイクルを回すために必要な機能だというふうに考えております、はいえー。駆け足ではございましたけれども、私からの説明は以上になります。 ご清聴ありがとうございました。